番犬禅寺語録を読む第十七回でございます。えー、今日はこの、火曜に未明より大勢この枝へこぞりてというところから読んでまいりましょう。火曜に未明より大勢この枝へこぞりて、それがしのもうすぎを縄文あらんとおぼしめすこと。 これすなわち仏心で不祥の心でござると。これもこの通りでございますが、こうして皆さんがこの万景前寺のお説法を聞こうとして、朝早く未明からこの、やって来られたと。大勢、大勢の人たちが集まって、この枝というのはお説法の場所でございます。お説法の会にこぞって集まってきたと。で、私の 話を聴聞あらんとおぼしめすこと、話を聞こうということ、この話を聞こうというその心それこそが仏心であって、その聞,聞こうとしている心、聞いている心、その心が仏心であり、それは取りも直さず不詳。何も修行して作,作り上げた心ではありません。もともと初めから備わっていた。 心の働きそれにほかなりません。早々よりいずれもこのところへおいであるは、相いがたき説法と思わしゃらねば、過去のごとく志が起こりませぬと。朝早くからこうして、いずれも皆さん方がこの,この場所においであるわと、おいでくださっているのは、め 他に会うことのできない説法だと思うからこそ来るわけであって滅多にない説法であると思わなければこのようなこんな話を聞きに行こうという志気持ちは起きはしないというのであります。さればこの絵座へ参らっしゃる人々都心五十にもなる州は 50年の間、我が身に物心のあることをも知らしやらず、30歳の人々は30年間今日までこの理を知らしやらず、と。相がたき説法なわけであります。このお説法の座に来た人たちは、都心50歳になる人は、ここで初めて不詳の物心の話を聞くわけでありますから、この50歳になるまでは、 50年間自分のこの体に物心があるということを知らずに過ごしていたと。30歳の人はというと30年間物心が私に備わっているということを今日まで知らずにいたんだと。お互いもそうかもしれません。こういうご縁がなければ、 不祥の物心の話ということはことなど聞くこともないでありましょうしこの我が身に物心のあることなどというのはこうして聞くことでも聞くこともなければ知らずに過ぎていったのではないでありましょうかそれをうつらうつらと年月をとうつらうつらうつらと年月をお暮らしお暮らしあ とといいうところからあ続けていきますそれを「うつらうつらと年月を送らしあったが今日この枝にして面々の実に備わりたる不詳の仏心を解とがてんめさるればすなわち今日よりいずれも仏心でござると」「仏心があるということなどは知らずに気づかずにうつらうつらとただ漠然と」 長く年月を送ってきたんでしょうけれども今日ここで今日ここでこうして巡り合ったこのご縁によって命名一人一人の体に備わっている不詳の仏心の道理をよくがてんめさるれ,ればなるほどと話を聞いて納得がいったならばすなわち今日よりいずれも仏心でござると今日からというもの 皆さんお一人お一人物心そのものでありますと。見どもがいずれもへ時き聞かせまするは、いずれもの不詳なるということを合点させますまでのことでござる。万恵禅師が言われます。私が皆さん方へ説いて聞かせることは、 皆さん方、誰も彼も一人一人が不祥なること、本来不祥の仏心であるということ不祥の仏心なのだということを合点させる、その一つのことを解いて納得させるだけのことであると。これを解くと合点させられれば、今日より仏心にして、 万合億光の後まで釈迦に変わらぬ物体を得て二度悪道悪道に劣ることござらぬと。このことをすなわち命名が不祥の物心を備えているのだというこのことをよく合点すれば納得をすればもう今日からは不祥の物心いやもうそれまでも不祥の物心がなかったわけではありませんが 話を聞くことによって不詳の物心をひとたび自覚したならば、もうこの後は万号億号ですから、これはもう数えきる、数えきれないほどの長い長い時間を表す言葉です。もう未来永劫ということでございます。未来永劫ずっと後の,の世まで、お釈迦様に変わ,ら変わらぬ物体を得ている、お釈迦様に変わらぬ 仏様の心を備えた仏様の体なのであるからそのことを自覚すればもはや二度と悪道というのは地獄が帰畜しようという悪道に落ちることはもうないのであるとしかれどもところがです 身どもが申し聞かせまする不詳の道理をここで両見があっていずれもの宿へ帰られて、見ること聞くことに腹立ちの心が起こりますれば、将軍の腹立ちが、 この不祥の理を聞かせられぬ先の大きなる罪とがに、まんまん億々増して今日、悟りを開かしちゃったる不祥の心を白髪書道に変えさせられて物心を失いる伝言なさるるというものでござると。ところがです。この場で私が話をする不祥の物心のことを よく聞いて、ああ、なるほど、私たちは生まれながらに不詳の物心を備えているのであるなと、ここで了見をしても、なるほどとこう思っても、いずれも宿へ帰られて、宿へ帰ってから見ること聞くことについて、そこで見たり聞いたりしたことについて、腹を立てる心が起こってしまうと、 将軍の腹立ちがほんのわずかな腹を立てる腹、腹を、腹が立つというその心が、まだこの不祥の物心を聞く前の状態に戻ってしまうと。不祥の物心に気がつかない状態のになってしまって、大きなる罪とがになっていなる罪とを起こしてしまうようなものだと。 万万億増して、も何千倍にも、何万倍にも、何億倍にも大きな罪を作ってしまうと。今日や悟りを開かしあったる不祥の心は修羅ガキ道に変えさせられて、この今日気がついたこの不祥の仏心の心を修羅道やガキ道に変えてしまって、仏心を失ってしまうではないかと。 物心自体はなくなることは決して不詳でありますから不滅でありますのでなくなることは決してないのでありますけれどもお見失ってしまうということでございましょう。そうしてこの修羅喧嘩ばかりする修羅道やあれもこれも欲しがるという鈍欲のガキ道の世界に流伝これが流伝なんであります。 苦しみを続けてしまうのであります。苦ししみ続けてしまううとというものなのなだとですからせっかくここで不詳の物心の話を聞いてなるほどと思ってもこれが宿に帰ってしまうとついつい周りの人の話を聞いたり気になるものを見たりすると腹を立ててしまいせっかくの物心が元のむくみというわけではありませんけれども見失われてしまう。 そのことが、そのこと自体が大いなる罪とがなのであります。せっかくの持って生まれた物心を、それ以外の修羅やガキの世界にしてしまうということ自体が、これ以上ない罪とがはないのでこうございます。その次でございますが、このところですね。 いずれのうちに、あ、いや、違います。おのおののうちに、いずれも、いずれも、仏になることはあ、いやと、おぼし、おぼしめすしゅうはというところからですね、えー、読み進めていきましょう。おのおののうちに、いずれも仏になることは、 嫌とおぼしめす衆は一人もござるまいと。皆さん方の中に誰一人として仏になるなんていうのは嫌だと思うような人は一人もあるはずはないと。まあ、もっともここで言う仏になるということは一般でよく使われるように死人になる死んでしまうという意味では決してありません。人格が完成をされた慈悲円満な仏になるという。 こういう意味でございますから、人間としての理想でありますので、その仏になるということが嫌だというような人は一人もないと。気を持っていずれもへ説法をいたし聞かせますると。それでありますから、こちらもなんとか皆さんに知らせてやりたいと思って、皆様方へこうして説法をしてお聞かせするのであると。これを仮定さしあって、今日よりの 今日よりの仏心でござると。このことはしっかりと納得をすれば今日より仏心なのであると。また、身どもが仏になることはご無用でござる。地獄へ落とさせられと進めましょうに。我こそその地獄に参ろうと言わっしゃる衆は犯人もござるまいと存ずると。それに反して、もし私が 仏になるなんていうことはいらないと。あ地獄に落としてあげましょう。というふうに説いたとしたならば、じゃあ私こそその地獄なるところに参りましょうというような人は一人もいるはずはないと。仏が尊いということ、地獄が恐ろしいということが分かっていれば、誰も地獄にわざわざ行こうという人は一人もいないはずなのであります。 その証拠には、この枝へ三景ありて、説法を弔問あらんと思わしちゃると。その証拠には、皆さん方は、この会場にわざわざやってきて、説法を弔問しようと思っているではありませんかと。ここは地獄の話をするところではありません。不詳の物心の話をする、そこに来ようと思っているではありませんかと。そこで、夜のうちより良きここへ参らっしちゃると。 夜のうちにはもう起きて、昔はですね、今のように交通機関が発達しておりませんから、テクテク歩いていくしかありません。前人の話を聞こうと思うとも夜の暗いうちから起きてここにやってくる。過去のごとくこの大勢押し合い難儀をもいとわず、大勢が集まるからもう押し合うような環境の中で、難儀をもいとわず、難儀することをもこの国もせずに、 説法聴聞なさるるは面々を仏になりたいとおぼしめすゆえ過去のごとくお,こお心がけの上からは今日より万事慎しまれたがようござるとそのようにして難儀,難儀をすることも厭わずに説法聴聞をしようとする説法聴聞なさっているということは面々あなた方一人一人仏になりたいと思っているからであるから 仏になるというために、こうしてここに説法を聞こうとして集まっているわけでありますから、せっかく説法を聞いて、宿に帰ってから、今度は元の、元の木阿弥になってしまって、腹立ちの心を起こしたり、憎しみの心を起こしたり、惜しい欲しいの心を起こしたりして、ガキの世界や畜生の世界を作り出したならば、実に残念なことですから、 こういう心がけの上から、こういう心がけをしているわけでありますから、仏になるという高い志を持っているわけでありますから、今日より万事、よろずのこと涼しまれたがようござるというのは、仏心を見失わないように気をつけなされよと、不祥の仏心のままで暮らす,暮らすんですよと、うん、怒りや腹立ちや憎しみや妬みの心を起こすのではございませんですよと。 とこういうことでございますね。この人間に生まれては何のためぞと存ずるに仏になるべきため物体を得ました御ども。幼少より仏になりたいと存じて日頃心がけ、心がけましたによって元仏師になることを得ましたと。この人間の世界に生まれたのは何のためかというと 仏になるべきやためであると。仏になるために、この人間に生まれてきたのであると。六道輪廻ということを申しますが、一番下が地獄の世界、そして畜生、地獄、地獄、ガキ、畜生、それから修羅の世界があって、人間天井と変わります。で、この六道をぐるぐると回るので、で六道輪廻とこう解くわけでございますが、 しかしながら、この人間、人間の人間に生まれているものだけが仏になることが、できるとこへ説かれているのであります。もう仏になる機会は、この人間に生まれている間に限られているとこう言われるのであります。ですから、人間に生まれたということの、何のために人間に生まれたのかというと、それは仏になるためであると。今。 物体を得ました御ども、万恵禅師ご自身のことであります。物心に目覚め、物心に目覚めた自分ということでございます。物心に目覚めたその体はそのまま仏様の体に他ならない。私は幼少より仏になりたいと存じて日頃心がけましたによって元仏心になることを得ました。自分は仏になりたいと思って毎日いろんなこの努力をしてきて、そして、 これは大事なことです。元仏心なることを得ましたと。ここに元仏心なることとありますから、仏心は修練の結果作り上げられたものでは決してないのであります。元々仏心であることを気がつくことができたと。実際には万慶禅師は、幼少より仏になりたいというよりも、これは 晩年になって言われたことですから、こういう表現になっておりますが、もともとは、明徳を明らかにしたいと、こう思って、日々心がけて、そしてその結果、もともと仏心であったということに気がついたのだと。この元仏になることに気がついた。これなんであります。 この度成仏しませねば、ガ鬼畜生堂へ落ちまする。というところから、落ちまするですね。というところから引き続いて読んで,おり読んでいきましょう。この度成仏しませねば、ガ鬼畜生堂へ落ちますると。今、ここで話を聞いて、なるほど物心であったとこ気がつかなければ。 また、宿に帰ってガキの世界に落ちたり、畜生の世界に落ちたりすると。もう畜生土へ落ちてしまったならば、万億号にも仏になることはなかなか及びもござらんと。もう一度ガキの世界に、畜生の世界に落ちてしまったならば、もうどれだけ長い時間かけても仏になることはもう及びつかないのであるぞと。 その証拠には、畜生になったならば、畜生堂に落ちたならば仏になれないというその証拠です。ここへ牛馬を引いて参り、身どもが前にていずれもへ申し聞かせまする勧めを聞かせましょうが、この牛馬が合点しましょうかというと。これはまあ牛や馬に、牛や馬には申し訳ない話でございますけれども。でその証拠には、ここへ 牛や馬を連れてき連れてきてで私の前でこの牛や,馬へ牛や馬に対して皆さん方にいつもお話をしているような不祥の物心の話を聞かせてみたらどうなりますかと。この牛や馬がなるほど不祥の物心であったと理解することができましょうかと。出来はしませんで 畜生になりましてからは人の物言うことががてんまいらぬものでござるによって畜生となりましては仏とも法ともわきまえることがなりませぬと。いや中には動物もちゃんと話ができるという人もあのいらっしゃるかもしれませんがここはですねここは動物になったら人間の言葉はわからないんだということにしての話でございます。 畜生,にな畜生になってしまったならばなってからは人が言うことを理解することはできないと。だから畜生になってしまったならば仏とも法とも尊い仏法もわきまえること、理解をすることはできないのであると。もっとも仏になりたいと存する心、心からがござ,ござらぬゆえに流伝いたしたでござると。と もっともですね、その畜生という存在はすでに、その畜生という存在自体が、仏になりたいと思う心がこのないから、仏になりたいと思う心がないから、このように畜生になってしまったのであると。かようの断りを聞かしちゃって、今日面々、今日より面々、瑠伝なきように不詳でござれ、良見次第でござると。 そういういこういうこの道理をよく聞いて今日より面々皆様方お一人お一人このルデンなきようにとこの物心を見失ってまた畜生堂になってしまうようなことのないようにこの気をつけなさいよということなのでございます。 もっとも、不祥の心と申す者は、すなわち仏心でござると。もっとも、この不祥の心、我々が持って生まれた心というのは、それは取りも直さず、仏様の心仏心なのであると。この枝にては、それがしが申すことをこそ、聞かせられようとおぼしめす念まででござるに。 このお寺の外にて犬の声や物売りの声のするのをこの説法のうちに聞かせられるうとはなけれども面々耳に聞こえまする。これ不祥心と申すものでござると。この説法の場には皆さん方、私の話を聞こうと思う思いでここでやってきていると。ここにやってきていると。しかし、この寺の外で犬の声や物売りの声ですから、 何でしょうかしらね。いろんな昔ですと、荷物を担いでいろんなものを売っていた行商の人たちの物売りの声がする。で、この説法を聞いている間にも、聞こうと思う気持ちは、思う気持ちは起こすわけではないけれども、それぞれの耳はちゃんと聞こえるということ。これが不祥の心というものでござると。話を聞こうとしていると。それは 話を聞こうとして話が聞こえている。これは当然でありますが。しかし、聞こうとしない、その外の犬の声や物売りの声もちゃんと聞いている、その心こそが不祥の物心だというのが、万景禅師が繰り返し説かれているところ、不祥の証拠と言うべきものでございます。例えば、不祥と申すものというところから次、この読んでまいりましょう。 例えば、不祥と申すものは明らかなる鏡のようなものでござると。この不祥の心というものはきれいな鏡のようなものであると。鏡というものは我に何にても映りたらば見ようとは存ぜねど、何にても鏡に向かえばその形が映りませいではかなわると。そのか棒というんでしょうかね棒。棒でもいいんですが、その棒が映りませいではかなわると。 例えば、不祥なる不の物心というのは、綺麗な鏡のようなものだと。鏡には、我に自然と何にでも映りたらば、どんなものでも映るものは、見ようとはしなくても、映そうとはしなくても、この映るものであると。どんなものであろうと鏡に向かえば、その形がちゃんと映らないことはないと。 またその映るものをのけたればこの鏡が見ますまいとは存ぜれども取り,の取りのければ鏡に映らぬが不正の木と申すものでござると。その映っている、例えば鏡にものが映っていると。その映っているものを取り除いたならば鏡はもうそのものを見ないようにしようなんていうようなことは思わなくても取り除いたならば鏡にはものは映らないという。 この鏡のようなものが不詳の仏心というものであるのだと。何にてあれかし見ましょう聞き,聞,か聞,き聞きましょうと存じたる上にて検問いたすは仏心ではござらんと。これですね。これは要するに分別心なのでございます。 ああ見ようとか聞こうとかということ見、見ようとか聞こうとかと言って見たり聞いたりしているのは、万景禅師はそれは物心とは言わない。それは分別心なのであります。あれを見よう、これを聞こうというのは分別の心であると。前方より、しかしそんな見よう、見ようと思う前より、聞こうとする前より、 検問いたそうと存ぜず、見たり聞いたりしよ,うしようという気持ちを起こさないのに自然とものが見えたり聞こえたりするが、面々に物心その割りたる徳でござるによってのことでござると。見ようとせずにちゃんと見えている。聞こうとせずにちゃんと聞こ,聞こえていると。この働きこそが物心が備わっている素晴らしい働きなのであると。 これが不祥の仏心なのであると。と不祥の心は不祥の仏心そのものでございます。核のごとくいずれもガテンマイルよ、ガテンマイルやうにというところから読み進めていきましょう。核のごとくいずれもガテンマイルように不祥の道理をいたして聞かせまする。このように皆さん方が皆それぞれ納得が できるように、納得していただけるようにと、不詳の仏心の道理を何度もこうして聞かせているのであると。今日これもご了見なされねば、千句万句弔問あってもせんなきことである,あると。今日こ、のこの話を理解、納得することができなければ、たとえ千句万句どれだけ話を聞いても仕方のないことであると。 この理を恩合点の方は仏心と申すものでござると。たった一回の説法でも、この不潮の仏心の道理を納得する方は仏なんだと。これが万経善寺の教えであります。不潮の仏心の道理を聞いて納得したならば、もうそれが取りもなさず仏に他ならないのであります。また例えをもって妄想ならば、 例えで申し上げると「高松より丸釜へ参りまする道筋を存絶して知りたる人になろうにかようかようと細かに押しるを得となろうて教えの通りに参れば何の造作もなく参りつきますると」例えでもって言えば「高松から丸釜へ来る道を知らない知らない」ないとでそこでどういうふうに言ったらいいのかって道を知っている人にその道を教わって こうこうこうしてこう行けばいいんですよというふうに細かに教えてくれることをよーくこの聞いて理解をして教えられた通りにやってくれば何の造作もなくこの丸が目ぇつくことができるとまずそのように今日身もが示し聞かせまするところをよく弔問あっていずれも仮点さっしちゃればそのままの物心でござるとまずそのように 私がこうして示して聞かせるところをよく聞いて、よく、うん、理解をすれば、納得をすれば、命名一人一人、そのまま物心なのであると。また丸がま、丸亀の道筋をよくなろうても、教えの通りに参らねば、外のところへ行くようなものでござると。せっかく道筋をよく聞いても、 その教えられた通りに行かなければ違うところに行ってしまうようなものであると。しかる上は身どもが示す説法はもっともと思わしあっていろいろの念を起こして流伝させちゃうなと。でありますから、自分が示すこの説法をなるほどもっともなことだとよく思って、決して、いや、そうじゃないと。そんなはずはないというような 余計な念を起こして地獄やガキや畜生の世界にまたこの流伝するようなことはないようにしなさいと。この度仏になりませねば万号仏心の根を立ちますと。ここで仏になることができなければ未来四号あなた方も仏になる機会を失ってしまいますよと。仏心の根を立ってしまうようなことになりますよと。 随分不肖の理を合点あって迷わぬがようござると。この不肖の仏心の道理をよく聞いて納得をして、この尊い仏心を持って生まれているのでありますから、人のものを妬んだり、人のやることに腹を立てたり、目先のことにこの頓着をしたりと、することのないようにと。もう命々は素晴らしい宝がある。 ということが本当に分かっていれば、もうこれ以上の宝がないわけでありますから、目先のことで憎しみや妬みの心を起こすことはありません。何のこの妬むような気持ちは起きようがないわけであります。この物心よりも尊いものがないと分かったならば、外のものを、それ以外のものを欲しがるという,というようなことは、 全くないはず、な,なくなるのでこうございます。ですから、よくこの聞いて、我々が尊いこの物心を持って生まれているのだということをよく合点をすると。そうすれば、もうこの迷いたくても迷わぬというのが、万景善寺の説かれているところなのでございます。えー、じゃあ、今回はここまでにしておきます。 ありがとうございます。